ティーチングプロのししみです。このチャンネルではゴルフが上達する情報を配信しているので、チャンネル登録の方、お願いいたします。高評価、コメント、チャンネル登録ですね。チャンネル登録、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、今日も前回、前々回の続きでお話をしたい,したいと思います。まあ、なので、もし、あの、前回、前々回の動画を見てらっしゃらない方は、チャンネルページの方の、あの、再生リストっていうところに、 2022年のスイング作りっていう再生リストを作ったのでそちらから順番に見ていただいてこの動画に戻ってきていただければなと思います一応概要欄の方にも日本あの貼っときますんでよければそちらからでも見ていただければなと思いますさあ今何をやってるかとにかく手の中のフィーリングこの棒を扱うこの手の中のフィーリングを育てるっていうことですねと クラブヘッドを自在に動かす力をつける。ちゃんと手の中の感覚でですね。っていうお話を進めています。なので、実はスイング作りの中で体のことなんか全然後でいいってことです。手の中をしっかり育てていこうっていう中で、ぜひやっていただか、やっていただきたいメニューがあるので、今日はそれを、えー、紹介して動画を進めていきたいと思います。ということで、最後までご視聴お願いいたします。 はい。さあ、まずおさらいしましょう。パッドですが、簡単ですね。足閉じます。胸の前に置いてクラブを倒して戻してくる。で、反対側にエネルギーをこうやって伝えていく。クラブヘッド。そんなためには手元っていうのは、実はクラブヘッドと逆の動き。まあ、これで表現してもいいですね。逆の動きをしないとその運動は起きないんだよっていうことですね。まずそれを打ってみましょう。足閉じていただいて体の揺れを防ぎながら、 ブランブランでボールを捉えていくこの練習ですねさあ皆さんこの練習ちゃんとやってますかなかなか、まあ、もちろんずっとやってるのである程度僕はできますが、まあ、初心者の方とかなかなか難しいと思いますあと体ばっかり動いてこの手の中のこう動かすフィーリングクラブを育てきれてない方なんかでいうとへっ,ってなっちゃう人いっぱいいらっしゃいますね 縦の中でしっかりこうさっき言った逆の運動を手元で作りながら逆逆ですねこうやって逆逆しっかり育っていただけたという過程で正直1週間2週間練習したから OK っていうわけではないんですけどまあまあとりあえずクラブヘッドをこうやって動かすっていうことが身についたと仮定したら次何をしてほしいのかっていうお話です今日は すっと動画終わってしまいますが、足を閉じて、どこまで飛ぶかやってほしいんです。あ、ちなみに、ごめんなさい。僕アイアンでよく見本を見せてますけど、ドライバーからウェッジまで全ての番手でやっていただいた方がいいです。その状態で足を閉じます。今の運動を効率的に使えば、実はかなりの距離が出せるんです。っていうのを、まあ、 今からちょっとスカイトラックの距離表示ですね。ちなみに練習級モードになってるんですけど、まあそれは踏まえていただいて、7番アイアン、ドライバーでどこまでじゃあ僕が飛ぶのかっていうのをちょっと見ていただけたらなと思います。はい。じゃあ、足を閉じてどこまで飛ぶか実際お見せしたいと思います。ちなみに僕が普通に足を開いてあのゴルフ場で打つイメージで言うと、7番アイアンは165ヤードぐらいキャリーです。 ドライバー後から打ちますけどドライバーだとコースのイメージでいうとキャリーでやっぱり25060ヤードぐらいが僕の平均的な距離ですじゃあちょっと7番アイアンから打ってみたいと思いますさあどうでしょう皆さんにはちゃんとあのパッてデータをお見せしますああもうこれは一球でいいですねこれぐらい飛んじゃいますと はい。ちなみに次は、アイアン結構飛ぶでしょあれぐらい足閉じてても飛ぶんですね。じゃあ次。ドライバー。ドライバーです。ごめんなさい。足閉じするときは少し自分の体より左にボールセットしておいた方がいいですが、足閉じてますね。さあ、ちょっとどれぐらい飛ぶかやってみましょう。<laughs> さあ、ちょっとフック入っちゃいましたが、 まあでもこれぐらいはねちょっと当たりが悪いんですがはいさあいかがだったでしょうか次にやってほしいメニューが足閉じドラコンこの閉じている状態でどんだけ距離が出せるかっていうのをちょっとチャレンジしてみてほしいっていうお話ですちなみに 僕のあのい普通の言ってる距離とまああの距離まあ結構近い距離出ちゃいますよねちなみになんですがレッスンをしていてよくあることなんですけど全く手の中の感覚育ってないこのクラブを振るってことがあの身についてない方飛ばないっておっしゃってる方ですねちょっと手の訓練をして足を閉じてじゃあちょっとしっかりめに足閉じて振ってみましょうってやった時に足閉じて 手を使って打った方が飛ぶ方ってめちゃくちゃ多いんです。追いつくなんて普通ですね。もう追い越しちゃう人の方が結構多いです。それは体を使うことは大前提でいいことですが、クラブが触れてないのに真ん中だけを早く使ったところで、実は距離は伸びないっていうことなんです。なので、まあ初心者の方、えー、飛距離が出ないって悩んでる方。まあ、明らかに自分の身体能力に対して飛ばないとか。うまくならないってこう感じている方。 特にです、ね、コメントで上級者ほどこののタイミングが大切でですす。よねって、もう本当にその通りです <laughs> だから本当に初心者の方だけじゃなく上級者の方も一度この振り子運動をどう使うのかどうやって使っていくのかなんていうのを振り返ってみるのはすごく大切なことなのでこの動画を見た皆さん、まあ、最初からちゃんと見ていただいてこの動画をやっあのまでたどり着いた方は 足とじで自分がどれぐらい距離が出るのか、振り子運動、クラブの振り子をちゃんと使えることでどれぐらい距離が伸びるのかっていうのを皆さん試してみてください。ってことで今日の動画の内容は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。